社会民主党はポルトガルの政党。略称は PSD。現在は社会党ともにに大政党の一つとして活動している。はじめは社会民主主義政党として結成されたが、現在は中道右派政党となっており、ポルトガルではもう一方の大政党である社会党が社会民主主義政党として存在している。 1996年に自由主義インターナショナルを脱退し、以降は欧州議会において、他の多くのヨーロッパの保守、キリスト教民主主義政党とともに欧州人民党へ加盟した。また、国際団体である中道民主インターナショナルに加盟している。以前は欧州自由民主改革党に加盟していた。党の機関紙は、ボボリブレポボリブレ。 PSD は1974年5月6日、フランシスコ・サーカルネーロ、フランシスコ・ピント・バルセマン、ジョアキム・マガリャン・イスモータらにより、PPD として結成され、5月15日に、最初の党本部を、リスボンのラル・ゴドラトに置いた。これに続いて6月24日には、党委員会が組織され、フランシスコ・サーカルネーロ、フランシスコ・ピント・バルセマン、ジョアキム・マガリャン・イスモータ、 バルボサデメイロ、モータピント、モンタルバン・マシャド、ミゲル・ベイガ、フェレーラ・ジュニオル、アントニオ・カルロス・スリマ、アントニオ・サラザール、シルバ、ジョルジェ・コレア・ダ・クーニャ、ジョルジェ・フィゲール・ド・ディアス、ジョルジェ・サーボル・ジェスなどが名を連ねた。また帰還し、ポー・ボリブレ、マヌエロ・アレグリア、ルイ・マシェテにより1974年6月13日に初めて発行された。 PSD の最初の重要会議は10月25日、リスボンのパビリアン、ドスレスポルトスで開催され、翌月には最初の公式党大会も行われた。1975年1月17日には、PSD を正当な政治団体と承認させるための署名を最高裁判所へ提出した。8日間で6300もの署名が集まったという、カーネーション革命に乗って、 PSD は1974年から1979年にかけて多くの連立政権に参加した。この間にポルトガルの政治は次第に安定していった。1979年、PSD は民主社会中道といくつかの小派政党とともに民主主義同盟という選挙同盟を結成した。AD は1979年の選挙に勝利して PSD 党首、 フランシスコ・サー・カルネーロが首相に就任した。AD は1980年の選挙で過半数の議席を得たが、12月4日、航空機事故によってカルネーロが死ぬと、政治は混乱した。フランシスコ・ピント・バルセマンが首相の地位、PSD と AD の指導権を受け継いだが、カルネーロほどのカリスマ性はなく、民衆の支持を得ることはできなかった。1983年に、 AD は解散した。そしてその年の選挙で PSD は PS に敗北する。過半数は得られなかった PS は PSD と大連立を発足させたが、アニーバル・カバコ・シルバをはじめとする PSD 内の派政治家は PS 主導の政権への参加に反対した。そして1985年6月2日、シルバが社会民主党の党首に選ばれると連立は、 解消された。1985年の総選挙においてシルバ率いる、社民党は過半数こそ得られなかったものの勝利を収め、シルバは首相に就任した。経済の自由化と減税政策で経済成長に成功し、1987年の選挙で PSD は圧勝する。PSD への投票は50.2%、250議席中148議席を得た。 単一政党がこれほどの絶対的多数派となったのは初めてであった。九百九十一年の選挙も同じように勝利を収めたが、高い失業率の改善がなされないことで次第に支持を失い、九百九十五年と九百九十九年の選挙では敗北を喫する。続く二千二年の総選挙では勝利を収めたものの過半数は得られず、PP と連立を組み、 PSD 党首、ジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾが首相となった。バローゾは、任期中に辞職し、欧州委員会の議長に就任。ペドロ・サンタナ・ロペスが、党首、首相職を受け継いだが、2005年2月20日の選挙では1983年以来の大敗北を喫する。不支持率は12%を超え、議席は75議席のみを、維持、30議席を失った。 2006年の大統領選挙では勝利を収め、アニーバル・カバコ・シルバが新大統領となった。しかし2009年の議会選挙では、再び PS が第一党となり、政権を脱回することはできなかった。税収の伸び悩みと財政赤字削減が進まないことに起因した財政危機が表面化したことで、PS 政権は厳しい立場に立たされ、 財政再建のための財政緊縮策が議会で否決されたことを受けジョゼソクラテス首相が2011年3月23日に辞任を表明したことで任期を前倒しする形で総選挙が行われることになった。6月5日に行われた総選挙では絶対多数こそ取れなかったものの PS を上回って第一党となり勝利した。 選挙後の同月15日、カバコ・シルバ大統領は PSD 党首のペドロ・パソス・コエリョを首相に指名し、コエリ予新首相は第三党となった右派政党、民衆党と連立政権を組むことを明らかにした。2015年10月4日に行われた総選挙では民衆党と共に国会の最大勢力を維持したものの過半数は割り込んだ。この1ヶ月後には、 パソスコエイ内閣の経済政策計画が国会で否決された。これは事実上の内閣不信任決議にあたり、憲法の規定に従って、同内閣は総辞職した。代わって PS のコスタ政権が誕生し、PSD は下野した。2019年10月6日に行われた総選挙では、改選議席を10失って敗北し、政権を奪回できなかった。 ありがとうございます。